こんにちは。射水市地域福祉課と地域包括支援センターの認知症支え隊がお伝えするオレンジチャンネルのお時間です。この番組では射水市の認知症に関する取り組みについて分かりやすくお伝えします。認知症は誰もがかかる可能性のある病気です。家族などの身近な方が病気になったとき、正しい知識を持ち本人の気持ちに寄り添いながら接することはとても大切です。今年度の認知症オレンジチャンネルでは、認知症とともに暮らそう、認知症の初期症状とその対応方法について寸劇などを交えてお伝えします。認知症は誰でもなる可能性があり、進行性の脳の病気です。早めに気づき適切な対応をすることが大切です。認知症の早期対応の3つのメリットについて説明します。1. 手術や治療で良くなる場合があります。認知症を引き起こす病気は様々ですが、正常圧水頭症や脳腫瘍、慢性硬膜下血腫など手術や治療で良くなるものがあります。また症状が似ているため認知症と間違いやすい病気もあります。 2. 認知症の原因の約6割以上を占めるアルツハイマー型認知症は、適切な服薬で進行を遅らせる効果が期待できます。 3. 今後の生活の準備ができます。症状が軽いうちに認知症を正しく理解し、ご家族で話し合うことで今後の生活の備えができます。必要に応じてご本人に合った介護サービスなどを利用しながら自分らしい暮らしを続けることができます。早期に気づくサインとして、認知症の初期症状とその対応方法について分かりやすくお伝えします。認知症の初期症状はいくつかありますが、例えば 1. 風呂に入りたがらない、 2. 薬を飲み忘れる、 3. 病院を受診したがらない、 4. ゴミの分別ができない、 5. 鍋を焦がす、 6. 車をぶつけることが増えたなどがあります。今回は認知症の初期症状のうち、 1. 風呂に入りたがらないという症状とその対応方法についてお伝えします。高齢になると体力が落ち、入浴に伴う動作は辛くなってきます。認知症による記憶障害や判断力や思考力の低下などにより、自分の衛生状態を客観的に理解できないため風呂に入りたがらないことも多くあります。入浴そのものの意味が理解できなくなったり、入浴の手順がわからなくなる、服を脱いで裸になることに強い抵抗を感じ不安になる人もいます。風呂に入りたがらない本人の不安や混乱している心の内を想像して対応してみましょう。やっと終わった。片付けになんねえ。よいしょ。さあそろそろお風呂沸いとんわね。なんかお風呂先入ってきて。あれ、何もおらんがけ。おかしいね。かいなった。あ、おじいちゃん、おじいちゃん、ちょうどよかった。お風呂何ね。じいちゃん、お風呂ね、沸いたわ。お風呂先入ってきて。お風呂、はあ、なん、俺は今日やめとくしゃ。え、やめとく言うて、いつ入んないね。いつ言うて、昨日入ったかよ。昨日？じいちゃん、何言うてはんないね。金のどころかこの一月、なあ入っとらねがいね。汚い。早いお風呂入ってきてください。汚い言うて、俺の子どこ汚れとるよ。え、何言うてはんがですか。こ、恋が汚い言うがです。それにさっき体中かゆかゆ言うてはったじゃないですか。早くお風呂入ってきてください。お風呂言うて、あんたとこんな話しとったら、ほらもう疲れてきた。ほらもうこてもう寝るわな。一日中寝とって何言うてはんまいね。早くお風呂入ってきてください。 なあっちゃ行ってしもた。おじいちゃんもお嫁さんも怒ってしまいましたね。入浴を拒むことは家族にとって理解できず、最初は体調が悪いのではないか、
と考えたりしますが、 2,3 日拒否が続くと強い口調で入浴を勧め、1週間が経つと本人を非難し無理やり風呂に入れようとします。そうなると本人はますます拒否し、中には数ヶ月お風呂に入らないなどということになりかねません。ではどのように声をかければよいのでしょうか。よいしょ、あーやっと終わった。片付けんなんね、忙しい忙しい。そろそろもうお風呂沸いたわね。誰か先お風呂入ってきて。あら、何もおらんわけ。おかしいね。ああ、かいかい。あれだったの。あ、兄ちゃん兄ちゃん。お、何ね。お風呂沸いたわ。先お風呂入ってきて。お風呂。うん。なあ、ほら今日風呂入らんちゃ。ああ。一ヶ月お風呂に入ってないけど、でも怒らないで。優しく伝えないと。兄ちゃん。何？明日ね、孫のさゆりちゃん久しぶりにねこのうち来ることになりました。じいちゃんとカヨマルパーク行きたい言うて言うてはりましたわ。さゆり。うん。さゆりちゃん。あの孫のさゆりか。あのどうしよう。さゆりくんは俺はどうしたらいいかよ。どうしたらいいかの。そしたら お風呂入ってさっぱりして、で見きれいな格好でさゆりちゃん出迎えてあげんまいけ。さゆり来る前にこの格好でちゃあかんかの。あ、かっこいい服用意しとくがで、だからお風呂入ってきてさっぱりしてきてください。あんた服用意してくれんが。うん、ありがとう。あ、長いったら俺は、ついでに風呂入ってくっちゃ。うん、ありがとう。はい、どういたしまして。ありがとうありがとう。はいはい、な、いってらっしゃーい。あ、やっとじいちゃん風呂入ってくれたね。おじいちゃん、嬉しそうにお風呂へ行かれましたね。風呂に入りたがらない方への対応ポイントは、まずは本人の訴えに耳を傾けましょう。声かけをするときは、何日も入っていないから汚いではなく、汗を流してさっぱりしませんか、体の疲れを取りましょうね、などときっかけを作るような声掛けをする。また劇でお嫁さんが孫が来るからかっこいいところを見せようと誘ったように、特別な出来事を引き合いに出し入浴を進めることも効果的です。風呂に入りたがらない理由を想像し、入浴したくなるようにアプローチすることが大切です。認知症の人への対応は、1. 驚かせない、 2. 急がせない、 3. 自尊心を傷つけないように心がけましょう。認知症の症状とその症状が現れる理由を正しく理解し対応することで、本人の不安軽減につながります。物忘れや認知症について心配な方は、お近くの地域包括支援センターに相談しましょう。地域包括支援センターには、看護師や社会福祉士などの資格を持った認知症地域支援推進員、認知症支え隊が相談に応じています。毎月、物忘れ認知症相談会を実施しています。偶数月は射水市民病院にて、数月は新生会富山病院にて相談会を実施していますので、一人で家族だけで悩まずにまずはご相談ください。住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるため、優しい町づくり地域づくりができるように皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。認知症オレンジチャンネルでした。